おっぱいがでかすぎる。現在どの SSR を引いても漏れなく巨乳がついてくるというわけで、ベリープア族のマリアンさんは大変な状況に陥ってるんですね。つうわけでマリアンさんを星5にするために110回引いていきます。まずは有料ジェムから。うわー、巨乳来るなよ、巨乳来るなよ、巨乳来るなよ、巨乳来るんじゃねえぞ、カマゾン僕は信じてるからな。あ、これはでかい服買いな。さて10回ずつ引いていこうじゃないか。さあ運営はこの動画を見て貧乳キャラクターを出してくれるのか。あ、でっかーい。最終進化でメガネ取るの許さねえからな。君、あ、君も巨乳なんだよ。さあお次は、あ、でっかーい。誰だ。おお、でっかーい。肩幅が。 SSR に男性キャラクターを入れてくれ。お前はどう。あー、いや、これは震源を感じる。お前でっかい。誰君。いや、ちょ、揺れすぎじゃないか。あ、髪の毛の話ね。さあ、SSR が来たぞ。いやー、巨乳は来るな。巨乳は怖い。巨乳は怖い。巨乳は怖い。小さくしてから来てくれ。あ、でっかーい。圧殺するのか。狂気だろ、それは。さあ、次はなんだ。巨乳が来るなよ。ん、でっかい。ん、それはなんだ。鎧じゃないな。一番ダメージ食らいそうなところなんだけれども。破かせる三段だな、運営、この野郎。でっかい。僕が欲しいのは貧乳だけなんです。さ、おーっと、もう一回来た。お前は誰だ。おい、ティーニーや二人目か。だがヒーロークリスタルがたくさんもらえるね。これを待っていたんだよ。わかるかい。これガチャを引いたりかぶったりした時に出てくるこのヒーロークリスタルくんでエンジニアちゃんを強くしていくと、そういう算段なわけ。おー、でかい。お前クレイグ、君も僕のチームに入らないかい。君も育てよう。次は、おーっと、君は男子だ。だが残念だな、男子は SR にしか慣れていないんだよ。許せね、でっか。さて SR が3体か。でかいの。んー、お前でかいな。次は、おーっと、君もしかしておとなしめに見え、いやでも揺れてる、おとなしめ、揺れてる、おとなしめだな。どのタイプを貧というかっていうのは人それぞれだったりもするんですよね。その虚と比べて貧なのか、そもそものあり方が貧であろうとしているのか、虚に憧れている貧っていうのは、まあ、心はね、虚に傾いてるわけなんですよ。うわー、でっかーい。もうちょっとこの服装は強調しすぎじゃないか。何回引いたんだろう。何回引いたか分かんなくなってきちゃった。あーん、ついてるね。の、でっかーい。バトルボール。それ妹の服とか間違って着てない。まだ見ぬ侵入が僕を待っているんだ。うん、で、いや、でっかいよ。今まで30連に1回ぐらい SSR 出てたような気がしたんだけど。うん、おーい、ちっちゃい、ちっちゃいね。いや、男でも女でも関係ない。さあ、よく配達してくれたよ、ありがとな。そろそろ電池なくなるんじゃないか。おお、ってなんで俺くんが。うわ、でっか。これで下っ端海賊は無理だろう。ふぅ、引き終わっちまったな。まだだ、まだ終わらんよ。見たまえこれを。英霊を召喚すればするほどジェムはまだまだ増えていくのだよ。聞かせてもらおうじゃないか。わあ、来た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 、マリアンちゃん。やはりこれですよ、これ。いや、落ち着くなあ、最高に落ち着くよ。母だよ、これが。うわーい、ちっちゃーい。エルビラさん、あなたも、我がチームに加えて進ぜよ。でっかい。そう、これ、エンジニアさんの強化素材を、限界まで買う。さあ、来たぞ。来てしまったぞ。なあ、まずは星4だ。さて僕が求めているのはね、これだよ。星4の顔面じゃなくて星5の、なあこれ、シャッコ。さあマリアン、行こうじゃないか。来た、星5に進化する時が。さあ行こうじゃないか。この世界を貧乳で埋め尽くそう。きたー、よっしゃ。もうマジでマリアンは絶対に進化星5にしたいと思ってたんだよ。
ちなみに僕が入れているのはこちら、サブスクパッケージのみです。できましたよ。貧乳パーティーが。今後は僕、この子らをメインに使っていきます。それではまた次回、貧乳の SSR が実装された時にお会いしましょう。バイバーイ。